先ほどトランプ大統領と日米首脳会談約35分間行いました大変突っ込んだ権交換を行うことができたと思います昨日の北朝鮮の弾道ミサイル発射の強行は危険な挑発行為でありそして我が国の安全保障上重大な脅威であるとの認識で一致をいたしました そしてその中明日から <coughs> 米中首脳会談が行われるわけでありますがこの北朝鮮の問題について中国がどのような対応していくか日本として注目をしていると申し上げましたその上でトランプ大統領からはすべての選択肢がテーブルの上にあると,との強い力強い発言がありました 引き続きです、ね、米国をはじめ、国際社会と連携しながら、この北朝鮮の問題への対応を強化していく考えであり,ます、はい、ありがとうございました。